チンのお掃除が一番大変なんですよ。コマショー TV。 こんにちは、ありがとうございます。今日はですね、パナソニックのパナちゃんに来ていただいてます。よろしくお願いします。今日は実はキッチンについていろいろ教えていただこうと思ってるんですけども、このキッチンは会社のショールームなんですけど、子ども食堂をもうかれこれ 2,3 年やらせてもらってるんですよ。まあ、毎月1回だったりイベントがあるときは月2回ぐらいやってるキッチンなんですけども、毎回油汚れ揚げ物したり、まあ、カレーがメインなんですけどね、いろいろ使わせていただいてるキッチンです。これのお手入れについて今日はパナちゃんに教えてもらおうと思って来てもらいました。こちらですね、パナソニック L クラスというキッチン。そう、 L クラス。どんな特徴があると思いますか？そう、これね、私お客さんからもよく言われるけど、パナソニックといえばもう家電製品、電化製品、そんなイメージ。キッチンとか洗面とかお風呂とかのイメージはないね、私も。そうですよね、もうパナソニックはキッチン、水回り、内装建材も全てやっているんです。確かに、はい、私たちも建具って言ってね、ドアとかはパナソニックさんよく使ってますけど、はい、水回りも実は得意なメーカーさんなんですね。はい、L クラスっていうのは一番最高級のキッチンですよね。 そうです。それを私たち子ども食堂で使わせていただいているというめちゃくちゃ贅沢な子ども食堂でございます。パナソニックって、まあ、この L クラスに限らず、実はテーマが家事を楽にするっていうのがテーマなんです。めっちゃいいやん、はい、家事を楽にする、これ最高ですよね。まあ、今は女性だけじゃなくて男性も家事をする時代じゃないですか。そうですね、家事を楽にするってい う, もう響きは若い方もご年配の方もみんな望んでいらっしゃることですよ ね, ですよね、はい、実は先ほども言ったパナソニック家電が、そう、イメージが強いというところですけど、家電製品って何で作られたかっていうと、家事を楽にするために作られてる商品なんです。確かに確かに、パナソニックの創業者松下幸之助の考え方が、主婦の家事労働を軽減しようっていうことで電化製品を作ってきました。素晴らしい。その考え方が実は水回りキッチンにも受け継がれているんですね。すごいですね。はい、なんで最近で言うと、お掃除ロボットだったりとか、お掃除ロボットとか、これもみんな絶対欲しい内容ですよね。家事軽減って言ったらもう洗濯機とかね、本当に洗濯機とか冷蔵庫とか、もう進化しましたよね。それはもうパナソニックさんのおかげと言っても過言じゃないかなというふうに思います。家事軽減ですよね。はい、それが水回り商材にも含まれているというのが一番のポイントになっています。家事の軽減が盛り込まれているキッチンということで、めちゃくちゃ楽しみですね。実は今って、共働き世帯っていうのがすごく多くなってきてるんですよね。そうですよね。はい、共働きの場合、家事をする時間が短くなるので、短いですね。減らさなきゃいけないと出てきます。どこ減らされてます？まあ、優先順位としては、まあ、ちょっと目つぶれるかなっていうところで掃除、あとお料理の手抜き、この2つ、洗濯とかはさ絶対にしないといけないところなんで、これはもう本当に洗濯機にお任せにしてできる時代なんでいいですけど、掃除と ね、やっぱり料理かな、掃除もやっぱり、やらなければいけなかったりする。そうですね。その時間がどんどん短くなれば、より時間が増えて掃除をする時間が増えるのかな、確かに、はい、なので特にキッチンは汚れがすごく多くある場所なので、お掃除を楽にするっていうのをすごくテーマに置いて作られております。キッチンのお掃除が一番大変なんですよ。多分みんなも思ってらっしゃると思います。そうですよね、はい、これがそのキッチンなんですか？そうなんです、そうなんです、まずですね、ポイントがこのカウンターにございます、ザラザラとしてると思うんですけれども、でもその、嫌なザラザラじゃない、滑らかなデコボコって感じかな。こちらで先ほどカレーなんて作られてるっていう、そうそうそう、もう子供食堂カレーと揚げ物するんで、めっちゃ飛んでますね。そうですよね、すっごく綺麗に使われてるかなと思います、しかも割と置くだけで終わってます。こちらはですね、スゴピカ素材というので作られたグラディオカウンターという商品になります。実はですね、このスゴピカ素材というのは、アクリル製の樹脂に対して撥水性発油成分を練り込まれて作られている人工大理石なんです、なるほど、よく人工大理石はアクリルがたくさん入っている方がいい人工大理石ですよって言ってますけど、そこに発油、撥水、両方練り込まれている。そうなんです。それはスゴピカ。はい、
このカウンター実はですね、うん、他の場所にも使われてまして、はい、水族館の水槽だったり飛行機の窓ガラスなんかにも使われている素材なんですね。そんな素材のものを、はい、一般家庭のキッチンのカウンターに使ってるってことですか？そうなんです。やっぱりお掃除がすごく大変なところなのでそのカウンターを使ってもらってます。水族館の水槽も割れたらやばいし、もう飛行機なんか絶対じゃないですか。そうですね。そういう素材に使われてるってことはこれ割れないってことですか？割れないというわけではないんですけれども、うん、大変硬く作られておりますダイヤモンドと同じ硬さに。すごいこれは素材でできているカウンターなんですね。でもね、ちょっと気になってるのは、はい、グラリオカウンターって色これだけですか？白とかグレーとかもございます。一番ブラックがいいです。そうなんですか、はい、なんか主婦の観点からいくと、はい、黒ってなんか汚れ目立ちにくいと思いきや結構キッチン周りは白いシミとか、はい、置いた後の水垢とか気になると思うんですけど、大丈夫なんですか？そうですね、うん、そちらよく言われるんですけれども、はい、こちらのカウンターはですね、うん、まず先ほどの撥水性、撥水成分が練り込まれているということと、デコボコした素材になっているので、はい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 、当たる面積が少なくですね、うん、例えば、うん、コップにですね、お水がついた状態で置きます。うん、これをしていると、だいたい別の黒いカウンター、白く馴染みができてしまうんですけども、はいはいはい、見ていただきますと、上にお水がかなり乗っているのが分かりますね。じゃあね、水が浮いてる感じ？はい、そうなんです。中に染み込んでいないんですね。うん、あ、なるほど。ぜひこれで拭いていただくと、はい、もうさっと拭けてしまうっていうのが特徴になっております。今カメラマンも、みたいな、こうなってましたね。すごい。ありがとうございます。だからですか、油結構飛んだりしてるけども、いつも僕だけの手入れしかしてないんですよ。はい、でも、綺麗を保てるってことですね。そういうことです。なので、ブラックカウンターで懸念されがちな汚れっていうのが、うん、取れやすくて、つきにくいというので、うん、なっております。じゃあ皆さん、黒いカウンターでも、かっこよくしたい人は、このスゴピカ素材のグラリオカウンターだったら安心っていうことで、皆さん一回ね、チェックしてみてくださいね。チャンネル